いよいよ観客ありのプロレスの試合。応援のやつ全部忘れてきちゃった。あれ1個しかない。いいか、あのボーダーうちが預かってます。いいかじゃあ。あんなに作ったのに全部忘れてきた。預けといてよかった。1個5個ぐらい作ったのに。いつ以来のコーラ。いや、3月4、5、6、7、4ヶ月前ですかね。山田邦子です。はい、じゃあ小峠敦史です。どうもよろしくお願いします。いや、なんか応援ね、はい、いよいよしていいってことになったんだけど、はい、声出さないでくださいっていうの。ジェスチャーとかだけで、こういう、でもあんまり大きく動いてもダメなんでしょ。そうなんですよね。だからなんか今そのね、うちで進めてるのがその応援のこのグッズを、なんかうちわだったりこのパネルだったりを作って応援してくださいっていうのは今思う。そうでしょ、はい、それでこの写真をね今見てんだけど、はい、コトゥがないのよ。どういうことですか。どういうことなの。熊野まであんだよ杉浦ね。強いですよ。どうですかコンディションは。あ、全然、はい、いいです。ありがとうございます。早く試合したいですね。早くまた元のねグループですけれどもあるんですか対戦は。対戦、あ、そうですね、今度後楽園ホールの2日目かなんかにやる。そうですね、まあ3対3ですけど。いやー、それ久しぶり。いや、やりたくないですね。なんで。いやー、なんか唯一 ほんまにぶん殴れるレスラーっていう。本当の仲間であり本当のライバルなんですよ。これいい試合になると思いますね。え、それが、どこでいつですか。後楽園で18、19ってあるうちの多分19だったかなと思うんですけど、はい、それを行かなきゃいけない。私、私行くんじゃないのかなと。そうですね、まあ、じゃあもしかしたらこれ終わってる時かも。いや、そうですか。まあまあまあ、あった、こあったやった、よかった、よかった。これをちょっと探してたんですよ。本当ですか。いや、ありがとうございます。じゃあ、あとはちょっとね、いらないでしょ、米さんとか。どうですか。いやいやいや、なんかでもキラキラしたのが一番似合いそうな。どういうことなんですか。応援ボードを作ろうっていうのも初めてなんで。そうですね、よくコンサートとかアイドルとかだとこういうところにラブ、アイラブ、なんかよくジャニーズとかでありますよね、うん、で、私ちょっとうちは買ってきたんですけど、うん、100均で。で、ピンクがなかったの。ちょっと色系ピンクじゃないですか。そうですね、イメージカラーが。そう、赤だと丸藤選手になっちゃうし、はい、これだとカイトになっちゃうし、はい、みたいな中でちょっと近いので紫で許してください。ここにこういう感じですか。そうですね、まあ、写真を貼り付けていただくのが一番作りやすいと思います。作りやすい、はい、じゃあ切る。切る、そうですね、形に切って。それとももう綺麗に四角で形で切る。まあどういうふうに、どうしたらいい。肩から上だけでもいいですし、バストアップでもいいですし。どうしたらいいの。どういうのを作りますか、逆に。だからこうして、うん、はい、こう、峠みたいな。ああ、まあまあ、はい、こう、峠、分かりやすい。分かりやすい、いいですか、それで。じゃあ切りますね。はい、ちゃん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 、お題をいただきまして。舞妓さん、わかりました。いや、すごい。ちゃん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 。ねえ、フルスロットルどうなんですか。あ、でも、はい、のびのびやりたいようにやらせてもらってるって感じですね。一応、私は小峠さんの、はい、まあ、ファンですから。リーダーは小峠だと思いたいんですけど、なんかちょっと大原うるさくないですか。どういうことですか。いや、まあ、出来たてほやほやのチームなんで、誰が引っ張っていくかで今ちょっと揉めてますね。吉岡もなかなかいい選手ですしね。そうです、なんか熱いの持ってますね。熱いんですよ、あの辺りが。僕もどんな子か全然分かんなかったんですけど、そんなに感情的な子とは思わなかったですね。案外感情ありますね。はい、私何回か一緒に飲んだことがあるんですけど。すごいですね、ほとんどのレスラーと飲んでますよね。そんなことないですよ。本当ですか。ちょっと待てよ、大体飲んでるから。すごいですよね。この間ついに稲村と飲んじゃいましたからね。ああ、本当ですか。あ、なんかそう、そうなんですね。でっかかったですよ。まあ、でかいね、一番でかい。もう後輩だけど、体負けちゃうでしょ。いや、もう多分同じ階級で戦うのは相当厳しいです。倍はあるよね。うん、まあ、いいじゃん、これ。どう。自分の作っていただいてすげえ恥ずかしいんだよね。え、恥ずかしい。恥ずかしいですね。じゃあ、ヨネさんにする。嫌でしょ。いや、それはもう。
はい、じゃあこちら抜けた小峠欲しい方いらない。じゃあこれはちょっとここが出ちゃうからか悪いけど、ここで一回切らしていただいて、はい、でこれを糊で貼る。糊、そうですね、糊これってことですよね、はい、誰が考えたんですか、こういうふうに応援しようっていう。もうどうなんですかね、わかんない、もう成り行きじゃないですか、はい、まあやっぱ声出せないっていうのがね、どうしても。でも嬉しいでしょ、やっぱり無観客よりは。いやー、やっぱりあるとないとで全然違いますね。ねえ、うん、はい、まあちょっとだけどやっぱり盛り上がってくるとわーとか言いたくなっちゃうかもわかんないけどね。そうなんですよね、この前ちょっとうちの会社の方で同じようなやつ企画やったんですけど、うん、なんか振ってても声出ちゃうもん、声我慢できなくなる。いいんじゃないどう。いや、いい感じです。グッズは売るんですか当日。いや、あれなんかやっぱり厳しい、ダメだったと思います。はい、やっぱりそのこっからですよ。そして小峠、小峠、はい、あ、書く系でいくんですね。か、え、書かないの。いや、なんかこういうの、ね、例えば切って、まあ、切るの難しいもん、まあ、そう、結構大変でした僕やっぱ書くよ、はい、小さいですよね。小さい、山上下です。新しいから努力してます出ました、小さい。なよれよれやこれ打ち合って難しいね。そうですね。でも、もう私は小峠様のためにですね、はい、何回紙テープを投げたでしょう。もう恐れ入りますね。でもピンクでいいですよ。ピンクはね、まあまあ売ってんですよ。あ、ね、ありがたいですね。人によってはやっぱり銀とか黒とかいう人いるじゃないですか。黒とかやっぱ多いですね。そうするともう世界中行かないとないんですよ。あ、そうなんですか。そう、ありがたいでしょ、ファンって。知らないでしょ、そういうことを。そうっすね、知らずに。知らずに。こうはできました、こう。あれだ。峠の方がやっぱ画数が。やっべえ。ちょっと体にかかりますね、これ。山ですよね。山上下ですね。山。山、はい。山辺。小峠さんは、はい、もう、あれですよね、もう、でも、新人じゃないんだから、まあ、中堅どこっていうことですか。中堅なんですかね。ベテラン。なんかね、もうこのプロレス業界ってベテランまでの道が果てしなく長いっていう。なんか他のスポーツとか。また武藤入ってきましたからね。なんかもう30年とか40年選手の方もいっぱいいらっしゃるじゃないですか。そうなんですよ。いつになったら中堅とかになれるだろうみたいな。なんでプロレス好きになったんですか。いやー、なんすかね。喧嘩強かったんですか。大阪でしょ。大阪です、大阪出身で。なんかでもやっぱ大きい人に憧れましたね。今いろんな意味を含めていやいやいろんな意味が含まってご想像に。いや本当に昔はジャイアント馬場とか、そうですね、アントニオ猪木とかみんなでっかかったじゃないですか。みんなもう192メーターとか2メートルとかね。今はみんなノアの選手も、まあ、時々大きい選手いますけど、はい、ボーイフレンドとか旦那さんにしたらいいサイズの人いるんですよ。そこが私がね、ノアを応援するところなんですよ。ちょうどいいサイズ、ちょうどいいんですよ。確かにそうですね。ただ食べますよね。食べますね。若い子とかもすごいですね。本当もう肉塊もうやらなきゃよかったと思う時ありますよ。本当にね。そうです、たまにお肉を食べようという会に連れて行ってくれる。若い人はやっぱりね、食べられないから、はい、少しそういうので応援してあげようと思ったんだけど、もう1キロとか食べるんで。ステーキ、そうですね。本当にいきなりステーキとかでも本当に 4,5 万払ってる時なんだろうと思う時ありますね。食べっぷりはもうここだとばかり。最高です。これ乾くかな、結構ベタベタ。あ、できた。見える。見えます、見えます。ちょっと光らそうか、金とか銀とか。おー、それとか、なんかハート、ハートとか、ハートごちゃごちゃする。どうなんですかね。シンプルがいい。いやー、まああっても全然いいと思います。金とか光らす。あ、でもなんかごっちゃになりそう。ごちゃごちゃする。あ、でもなんかキラキラピンク。あ、でも見づらいんかな。あ、でも光った方がいいね。あ、はい。ハートかな、星かな。もうこのソーシャルディスタンスすごい大変。あ、当日もみんなお客さんもマスクですか。そうですね。やはりそうなのか。え、もしかして、
ハイターチキンとかないってことですか。できないですよね。売店ないですか。売店がないんですよ。できなくてやっぱりこっそり水筒とかで持ってっちゃいけない。蜜をねやっぱり、ね、作っちゃいけない。そうだよね。どうですか。わかりづらい。ちょっとあれなんですよね、下の色と。まあでもちょっと待ってます。ここ、いやいい感じ、いい感じですよ。ここやね。愛がビンビンに吸ってきます。そうでしょう。あ、分かっていただけました。私の小峠選手に対する愛の深さを。いやありがたいですね。この年でもうハートをもらえるってなかなかないんで。そんなことないですよ。みんなラブラブハートですよ。小峠選手はもう見ての通りルックスがいいでしょ。先生ももっとかっこいいのいっぱいいますんで。そしていいやつなんですよ。もう先輩にね、飲めと言われたらもう悪いでしょ。みんな何ですか、丸藤選手とか米選手とかにいじめられるでしょ。いや、まあお酒の場はもう厳しいですね。飲めと先輩が。やっぱレスラーだろうっていう縦社会なんで、やっぱり怖いですね。あれですよ、忘れもしないそのフレディ・マーキュリーのモノマネをここに胸げして。あ、ちょっとファン感謝イベントみたいな、ね、あれすごく面白かったですよ。そうしたらそれを受けたことを、はい、米さんがちょっとやっかんで打ち上げで、へえ、ええことげウィースウイスキーロックって全部飲まされたのに永遠に終わらないウイスキーウイスキーロックで、よく見たらもう氷がないからストレートじゃないかって。これショットぐらいじゃないの、もっとロックグラスです。もう地獄ですよ。そんなに強くないんでしょ。お酒はまあまあその飲めますよ。その飲めるけど、やっぱレスラーさんのこの輪に入ると。そうだよね。あの人たち怪獣だもんね。だってじゃあさ、これ丸藤さんにも聞いたことあるんですけど、はい、小峠さんが見る酒豪ランキングって言ったら、あ、小峠さんはそんなでもないですよね。自分はそうですね。まあどうしてもうちの団体ですけど、下から数えた方が早いですね。で、丸藤選手が言うには、はい、まあ、結局俺じゃねえかと。あ、確かにそうですね。あの丸さん潰れたの見たことないですね。丸さん強いっすよね。はい。で、まあ杉浦さんですよね。強いっすよね。杉浦さんはそうですね、なんか急にスイッチ入ったからにカパカパ飲んでますね。怖いですね。怖いですね。杉浦さんの方が怖いっすね、僕飲んでる時。杉浦怖い。いや、なんかおいっていう、なんですかね、飲めとも言わないんですよね。ちょっとやっぱ男気の溢れる方なんで、うん、なんか俺は行ったぞって静かにカンって言われるんで、カンってやってカーって、あの氷だけ入ったグラスをみたいな、俺は行ったけどお前はどうすんだみたいな。やだー。やっぱりそれはしょうがないから飲むくらい。いただきます。はい、できました。あ、でもなんかクオリティがグッと上がりましたね。上がったでしょ。はい、光ったことによって、はい、いいんじゃないかしら。うわぁ、じゃーん、できました。やったー、ありがとうございます。じゃあこれで応援しますので、当日よろしくお願いします。はい、ぜひ頑張ってください。はい、はい、そして、フルスロットルのリーダーは小峠さんに。いいな。頑張ってリーダーになります。本当は仲いいんですよね。本当はまあまあ、みんな同じ方向を向いてます。上を目指そうと、はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい、ということでございます。大きな怪我などないように、はい、気をつけて頑張ってください。私たちも気をつけながら応援します。ということでありがとうございました。今日はね、この国チャンネルはですね、最後にモノマネをしなきゃいけないんですよ。あ、そうなんですか。何かありますか。モノマネ高校久しぶりにあれ行きますか。ピッ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 って言っちゃって。何かありましたっけ。何かありましたっけ。何のめちゃくちゃ急に息が上がってきました。やべえ。まあベタに、たけしさんのモノマネって言ったんですか。そんなのできるの知らなかった。じゃあどうぞ。終わりだよバカ野郎。
なんだ持ってる。めっちゃ恥ずかしい。試合よりダメージ受けましたよ。失礼しました。じゃあ私はちょっと古いんですけど、伊藤咲子さんをやります。誰のためにしたいだろう。それはあなたのためよ。愛だ。うるさい。うるさい。やばすぎる。もう勝ち目がないですもん。ということで、今日は小峠篤選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。すごい試合というか、飛んできましたね。迫力が、まさかね、吉岡選手が飛んでくると思わなかったですよ。ロックから場外にバク宙した時に、あ、来るなと思ったんだけど、まさか放送席のところにはアクリルボードのついたてがあったから平気だろうと思ったら、かかとがバーンってこっちに来たから、もう、あー、お疲れ様でした。ほら、来た。本当すいませんでした。ほら、今言ってたろ、吉岡選手。すいませんでした。大丈夫でした。いや、逆に、あんな硬い放送席にさ。大丈夫ですか。すいません。大丈夫だなよ。本当すいません。びっくりしました。すいませんでした。めっちゃびっくりしました、僕も。びっくりしたでしょ。はい、で、いい形で入ったのよ、こういうふうに。ね、うん。当たってないかな。当たってない、当たってない。足になんか感触あったんだよ。足大丈夫だったっけ。はい、大丈夫です。いいよ。すいません、本当申し訳ございません。今話してるのに。すいません。怪我のないように頑張ってください。ありがとうございます。